はい数年前にですねサーフボードを購入した時についてきたデッキパッドですねで他にはリーシュコードですとかニットケースあとワックスですねそういったものがこうセットにして送られてきたんですけれどもお店としてはサービスですよということで、えーまあ、善意を持ってのですね、まあ、そういった商品の設定だったんですけれども。 まあ結局ニットケースもですねリーシュコードもそしてこのデッキパッドもいまだに使わないということででまあその購入した時はですねまあフリーマーサイトですとかねオークションサイトあるわけでそういったものに出せばいいやと思ってえまああのまあトントンまあ売ってですねトントンには なってもまあマ,イナスくらいマイナスにはならないだろうということでまあ高く食ってたんですけどもまあ今回ですねまあこれではないんですけどもまあスノーボードですね中古で購入しましてで板だけ欲しかったんですけどもまあその,あのまあ前の持ち主がですね使っていたと思われるビンディングがこうついていたわけででビンディングを外してですね まあ売ればあのまあいくらかにはなるだろうといやいや思っていたんですけれどもまさかの左右ですねサイズが違うっていう全く同じモデルなんですけど写真で見たら分かんなかったんですけどもねまあ蓋を開けてみたらですね S と M <laughs> のサイズでですねほんとびっくりしましたねこんなことあるんだと思って初めての経験だったんですけど。 見た目メーカーが同じでモデルも同じであれば、まあ、同じサイズがこう左右ついてるものだと思ったんですけど S と M 片方ずつじゃこれは売れないなぁと思いまして泣く泣くですねあの処分しました、えー、もう分解してですね、まあ、不燃物可燃物とこう分けてですねわざわざで、まあ、それだけでかなりの労力になってですね なんかこうまあ、安くは購入できたんですけども、まあ、そういったひと手間というか二手間というかですねしなくてもいいことをです、ね、してしまって、まあ、結局はなんか得だったのか損だったのかもはっきりなんか分からないくらいのですねなんかそんなあの印象になってしまってですね、まあ、今回もまあそれにちょっと近い いい感じじになななるんじゃないかなと思ってですねで結局こういったサービス品っていうのはあの一番こうボトルの商品というかまあ本当に安い価格帯のものなんですよねデッキパッドにせよリーシュコードにせよまあノーブランドのものだったりですね。なんでまあそれを例えばまあフリマサイトにこう掲載したとしても。 意外とやっぱりもう皆さんそういうの分かってるんで全くこう安い設定にまあもちろん送料込みの設定にしてるんですけど全くこう食いつかないと。で結局価格を設定すればですねまあブックマークというかお気に入りしてもらえるんですけどまあよくよく考えてみたら手間ですとかね手数料ですとかまあ送料もこちらで負担ってなるとうんなんかもう。 マイナスというかですね <laughs> えなんかこれを処分するためにですねなんかあらぬ手間というかまあ送料も含めてですねなんか私が持つようになるのでうん,んかこう処分するにもなんか得にもならないですしまあかといってずっと持っていてもですね私の場合そんなにこう消耗するこれ部品じゃないのでなんか持っててもなあっていうことで。 えー、まあちょっと何を言いたいかっていうと、まあ、結局自分が気に入ったものを、まあ、個別で買うのが一番いいなと <laughs> なんかこうサービス品が付いてるからといってですねなんかそっちになんかもうあの目がくらむってわけじゃないですけどうんまあ安かろう悪かろうでですね、えー、購入してしまうのもなんか後々、まあ、結局は。 安物買いの銭入しないと銭、まあ、入しないまではいかないんですけど、まあ、ちょっとそれに近いようなですね、えー、ことが、えー、今ちょっと起こってましてまあなんとかこれ、えー、手放せたらいいなというふうに思いますまあマイナスだけは避けたいんで、まあ、できれば5トントンくらいになればいいなと。 え思いますすで、まあ、でもこれを考えてる時間ですとかね、まあ、手間とか考えるともうその時点でマイナス確定にはなるんですけど、まあ、処分するのももったいないですし、うん、なんか必要な方がいたらですね、えー、まあ安い価格であの使っていただきたいなというふうに思います。はい、えー、ということで以上。